さあ、都心の新築マンションを調査しにやってきたのは那覇市松山にございます龍神ハウジング本社前です。さあ、58号線をちょっと北上したいと思います。テリアさん、こんにちは。こんにちは、どうも。こちらの施設はちなみに那覇市泊まりに建設中のですね、はい、フレスコア泊まりユイポートというマンションのモデルルームになっています。はい、すみません、早速見せてもらってもいいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お邪魔します。入った、普通にいけんだ。嘘でしょ。あ、個室がある。おー、フレスコア泊まりユイポートは全部で6タイプありまして、このモデルルームは 3LDK のお部屋となっております。タイプによっては 2LDK のお部屋もあるんですか。はい。おーおーおー、ここがリビングかな。こちらは 11.2 畳のリビングダイニングとなっております。いや、おしゃれですね。はい、トリアさん、こっちにドアがあるんですけど、はい、じゃ収納ですか。ぜひ開けてみてください。開けていいんですか。はい、個室だ。おお。個室にはなっているんですけれども、はい、こちらの壁が外すことができます。はい、トリアさん、壁ですよ。壁です。1分でできます。1分で。はい、なくなりました。テリアさん、はい、1分もかかってないですね。一瞬でしたね。はい、ここが合わせて 16.2 畳のリビングとして広く使うことができて、だいぶ広くなりましたね。はい、お子さんが小さいうちは個室として使って、独立されたらこういった広く使って。なるほどなるほど。最近テレワークの方も多いと思いますので、はい、まあ、一部だけ壁出していただいて、背景を壁にしてライフスタイルに応じた形でアレンジができます。キッチン存在感がありますね。はい、しかも対面キッチンなんで、おしゃべりしながら料理が作れるし、はい、また外が窓なんでね、明るいし、はい、開放感ありますよね。そうですね。そしてこの天板がですね、はい、大きくて、はい、前が少しせり出してます、はい、カウンターとして利用していただくこともできる。じゃあこちらに椅子を置いて作りながら乾杯とか。はい、洗面脱衣室にはガス衣類乾燥機が、バスルームには浴室乾燥機が標準装備されています。またフレスコア泊まりユイポートはカーシェアリングサービスを導入。居住者専用の車をシェアするサービスで、スマホ予約で必要な時に必要な時間だけ車を使うことができます。泊まりということはこのマンション、はい、あの久茂寺とか那覇の中心地、市街地、はい、とっても近いですよね。そうなんです。あの、通勤されている方にも非常に近いですし、新都心の方にも歩いていけるということで便利な立地になっています。おしゃれなカフェに歩いて出かけたり、はい、夜は飲みに行ったり、そして歩いて帰れる、はい、もう最高じゃないですか。そうなんです。このマンションは、うん、泊小学校の校区なんです。泊小学校は教育熱心で知られる小学校ですので、うん、子育て世帯に泊地区は非常におすすめです。また空港も港も行きやすいですよね。そうですね、うん、交通の便もとってもいいですよね。泊まりまでは徒歩5分以内ですので、離島への行き来がある人にも非常に便利な立地になっています。本当に素晴らしい立地条件に立つマンションですね。はい、フレスコア泊まりユイポートはこの立地条件で新築マンションなんですが、はい、相場価格の7割程度の価格で購入することができます。7割。はい、テリアさん、どうしてこんなことができるんですか。このマンションは定期借地権付きマンションなので、はい、実現することができました。ーモーリーさんにだけ価格を、はい、うわー嘘でしょ。テリアさん、いや、これ新築ですよね。はい、この値段僕覚えておきますからね。予約入れときます。予約入れないでいいでしょ。この価格帯だからこそ、はい、若いご夫婦や子育て世帯の方に、おすすめしていきたいと考えております。また離島の方に行き来がある方、はい、そしてマリンスポーツを、趣味にされている方なんかにも最適なんじゃないかなと思っています。で、どうしてこの価格帯が可能になったかというお話についてはですね、はい、結構長くなってしまいますので、はいはい、また毛利さん次いらしていただければと思います。いやいや、次と言わずに僕人権の話聞きたいんで、はい、スタッフお疲れ様でした。大丈夫ですよ、駐車場大丈夫です、僕が払いますんで。はい、どうぞどうぞ、テレさん。はい、はい、お疲れでした。お疲れ様でした。はい、失礼します。お疲れでした。